チャールズ・デクスター・オードの事件。H.P. ラブクラフト。5. 悪夢と激動。6. 翌朝、ウィレット医師は探偵の到着に間に合おうとオード邸に急いだ。アレンの生まれ変わりという無言の主張を入れるならば、カーウィンの撲滅ないし習慣はいかなる犠牲を払おうと実現せねばならぬと感じており、探偵たちがやってきた時には、すでに席についてかような信念をオード氏に伝えていた。会議は下の階で行われた。というのも、どこかしら際立って不快な感じがつきまとっているため、この家の神の方の階は使われなくなっていたのだ。年季の入った使用人たちは、この吐き気を催す感じを消えたカーウィンの肖像画が残した呪いと関連づけていた。三人の探偵は9時に出頭すると、言うべきことをさっさと洗いざらい開陳してしまった。なんとも残念なことに、彼らはブラーバトニー・ゴメスの居場所を突き止めようとして果たしておらず、アレン博士の出自も立ち回り先も全くわからなかった。だが、彼らは無口なよそ者たちに対する現地の印象や事実関係を相当数掘り起こしてきた。アレンはポートックスト住民に不自然な存在だという印象を与えており、長色の豊かな髭は染めたものか偽物だろうと一般的に信じられていた。この考えは、宿命的なかの別荘のかの部屋から付け髭と黒メガネが一緒に発見されたことで最終的に指示された。かの声は、オード氏は電話で一度話したことがあるのでそうとわかるのだが、深みと空虚さを持ち、忘れぬものだった。またかの目からは、別行ブチのいぶしメガネを通してすら悪意が伺われた。ある小売店主は、価格交渉の過程で一度かの筆跡を見たことがあり、それは極めて異常でごちゃごちゃしていたと証言した。この店主はアレンの部屋から発見された意味のはっきりしない鉛筆書きのメモを見て、同じ筆跡だと確認している。先の夏に起きた吸血鬼の噂との関連では、陰口の大部分はオードではなく、アレンが実際の吸血鬼だったのだろうとしていた。探偵たちはトラック泥棒の不愉快な事件の後で、別荘を訪問した警官たちからの証言も同様に得てきた。彼らはアレン博士からそれほどの悪を感じず、彼を奇妙な影の多いコテージの主導者とみなしていた。彼をはっきり観察するにはその場所はあまりに暗かったが、もう一度会えば見分けがつくだろうとのことだった。いかにも変なヒゲで、黒メガネをかけた右目の上にわずかな斑痕があると彼らは思った。探偵によるアレンの部屋の捜査について言えば、ヒゲとメガネ、および幾多里かの鉛筆書きのメモ以外にこれはというものは見つからなかった。このメモの文字はごちゃごちゃしており、いにしえのカーウィン原稿および消えた恐怖の地下墓地にあったオード青年による最近の膨大なメモとの共通点を、ウィレットは一目で見て取った。ウィレット医師とオード氏は資料を手繰りながら、何か信念で、捉えがたく、潜み住む宇宙的恐怖の虜となり、両人の胸に同時に浮かんだ曖昧で気違い地味た考えを進めるにつれほとんど震え上がった。付けひげとメガネ、ごちゃごちゃしたカーウィンの筆跡、古い肖像画と小さな斑痕、同じ斑痕を持つ、変わってしまった入院中の青年、電話越しの深くうつろな声、喉を痛めたと言いつつ吠えた息子の痛ましい声にオード氏が思い出したのはこれではなかったか。一体誰がチャールズとアレンの一緒にいるところを見たことがあるだろう。そう、警官たちが一度。だが、その後は誰、チャールズが募り行く恐怖を突如として忘れ、別荘に込めるようになったのはアレンがいなくなった時ではなかったか。カーウィン、アレン、オード、二つの時代。二人の人物を絡め合わせたのはいかなる冒涜的で忌まわしい融合なのだろうか。肖像画とチャールズとの呪わしい相似、その絵は両の目でいつも青年を見つめに見つめ、部屋中を忌まわしていたではないか。また、アレンとチャールズが、ジョセフ、カーウィンの筆跡を複製していたのはなぜだ。それも一人きりで誰にも見られていない時にすら。そしてこれらの人々の恐怖の作業は、
一夜にして石を吹けさせた消えた恐怖の地下室は、不快な穴蔵の中の飢えた怪物たちは、このような名乗しがたい結果を生んだ癒すべき細分は、ウィレットのポケットに入っていた草書体の伝言は、書類は手紙は、縁類、や、発見をめぐるすべての会話は、これらが導く先は一体どこなのだろう。最後に、ウォード氏が最も賢明な方法を取った。やらねばならぬと自分に言い聞かせながら、不屈の決意で、探偵たちにポートックストに行って、不吉なアレン博士に会ったことのある天使たちにこれを見せるようにと、ある資料を渡した。その資料とは不幸な我が息子の写真で、彼はそれにアレンの部屋で見つかった。縁の厚い眼鏡と黒く尖った髭を慎重にインクで描き込んだのだ。彼は医師と共に2時間待った。重苦しい家には恐怖と正気がゆっくりと集い、その中心は空虚になった今も横島な横目で見回しまくる上階の図書室の破滅板だった。そこに探偵たちが戻ってきた。そう、改変された写真は、アレン博士とかなり似ていたのだ。ウォード氏は青ざめ、ウィレットは突然湿った眉をハンカチで拭った。アレン、ウォード、カーウィン、首尾一貫した考えを持つにはあまりにも忌まわしくなりすぎた。青年は虚空から何を呼び出し、それは青年に何をしたのだろうか。事件全体を通して一体何が起きたのだ。潔癖症、過ぎるとしてチャールズを殺そうと企んだこのアレンというのは何者で、犠牲として運命づけられた青年画家の反響欄の手紙の追伸に、アレンを跡形もなく酸の中に溶かしてしまわなければならないと書いたのはなぜだ。同じくなぜ、それが何者か誰一人としてあえて考えたくもない筆者が、草書体の伝言に、カーウィン、を同様に消し去らねばならぬと書いたのだろうか。この変化は何で、最終段階はいつ発生したのか。反響欄の手紙を受け取ったあの日、彼は朝の間中神経を尖らし、そして変化が起きた。彼は誰にも見られず、しかも大胆不敵にも、かの警護にあたる男たちの前を通り過ぎた。これが外出した時のことだ。だがしかし、書斎に入った時彼は恐怖の叫びを上げなかったか。まさにこの部屋に。そこで彼が見つけたものは何か、あるいは、待て、何が彼を見つけたのか。誰にも見とがめられず出て行き大手を振って入り込んできたに姿が、その異質な影と恐怖を、全く外出しなかったおののく姿の上に押し付けたのではないか。執事は奇妙な物音について語っていなかったか。ウィレットはベルを鳴らして執事を呼び、低い声で質問した。確かにそれはひどい騒ぎでした。騒音が、叫んだり、あえいだり、むせたり、何やらガタガタ、キーキー、ゴツゴツいう音がしまして。一言もなくプンプンしたご様子で部屋をおいでになった時から、もう昔のチャールズ様ではいらっしゃいませんでした。執事は話をしながら震え、どこか上階の開いた窓から吹き込んでくる烈風に鼻をすすった。恐怖が家を覆い尽くし、それに完全に巻き込まれていないのは事務的な探偵たちだけだった。彼らですら落ち着かなかった。この事件には背後にぼんやりとした好ましからざる要素があったからだ。ウィレット医師は深く速やかに考えを巡らせていた。それは恐ろしい考えだった。悪夢のようなこれらの出来事の、ゾッとする。しかし結論に向かって次第にまとまっていく鎖が時折頭をよぎるたびに、彼はほとんど上言を上げそうになった。そこで、ウォード氏は会議が終わったという合図をし、彼と医師以外の者たちは部屋から去った。今は昼だったが、迫り来る夜の影が亡霊に憑依されたこの邸宅を飲み込んだかのようだった。ウィレットはこの家の主人に極めて重々しく語りかけ、これ以上の捜査は自分に任せてくれないかと懇願した。そこにはある胸の悪くなるような要素があろう、と彼は予言した。それを耐えるには親族よりも友人の方が向いているだろうというのだ。家庭医として、すべてを自由にさせてほしい。まずはしばらくの間、
今は使われていない上階の図書室で一人にしておいてもらいたいと要請した。その部屋の古いオーバーマントルにはいやらしい恐怖の影が、肖像画からジョセフ・カーウィンの顔自身が、こそこそと覗き見していた頃よりもなお一層色濃くまとわりついていたのだ。四方八方から注ぐ病的な怪奇、考えも及ばない狂気のほのめかしの洪水に、うろたえた大年は要求を黙認するしかなかった。半時間後、医師はオルニーコートからのハメ板がある忌避された部屋に入り、施錠した。父親は外で聞いていると、何かをぎこちなく動かしかき回して探す音がしばらく聞こえ、ねじる音ときしる音が聞こえた。まるで、固く閉まった食器棚の扉を開けようとしているかのようだった。ついで押し殺した叫びが聞こえ、鼻を鳴らすようなむせるような音がし、何であれ開けたものを慌ててじめたようだった。ほとんど字を移さず鍵を開ける音がしてオイレットが広間に現れた。やつれ青ざめ、南の方の壁にある本物の暖炉に焚き木をくべてくれと要求した。暖房が不十分だ、と彼は言った。電気細工の焚き木ではとても足りないと。あえて質問しようと望まないまま脅しは命令を下し、使用人の一人が太い松の焚き木を何本か持ってきた。過小にそれを置くために図書室に入った使用人は汚れた空気にぞっと身震いした。その間ウィレットは階段を上がって廃止された実験室に行き、先の7月の引っ越しの際に運び出されなかったいくつかの小物を持ってきた。それらは覆いのついたカゴに入っていたが、大年は決して中身を見ようとしなかった。医師は再度図書室に入り扉を閉ざした。煙が煙突から雲と立ち込め窓外を流れて下っていき、暖炉に火を入れたのが分かった。新聞紙がガサガサと大きくなり、再びひねりきしる奇妙な音が聞こえ、その後立ち聞きする者たちの誰の神経をも逆なでするようなドサッという音が響いた。ついで押し殺した叫びが2回、ウィレットの口から漏れ、時を移さず分析できない忌々しさを持って鞭がしわるようなかすかな音がした。最後に、煙突から風に叩き下ろされる煙の色が極めて濃く、刺激的になり、誰もがこんな天候でなく、有毒な悪臭の洪水を浴びなくて済めばよかったのにと思った。大年は頭をぐらぐらさせ、使用人たちは皆一塊になって、恐ろしい黒煙が流れ落ちていくのを見つめていた。随分長い時間がかかって、煙の色が薄まっていくと、あまりはっきりしない、ひっかいたり引きずったり、また他のちょっとした作業をしたりする音が施錠された扉の背後から聞こえてきた。ついに食器棚をバタンと閉める音がし、ウィレットが姿を現した。悲しく、青ざめて、やつれて、先ほど上の階の実験室から下ろしてきたカゴに布をかけて持ち出した。彼は窓を開けたままにしていたので、ひとたびは呪われていた部屋に清らかで健全な空気が流れ込み、新たに不思議な消毒薬の匂いを交えていた。古のオーバーマントルはなおも思いにふけっていたが、今、悪の気配は拭い去られているようで、白いハメ板はジョセフ・カーウィンの肖像画など、はじめからかかったことがないかのように静穏かつ早朝に立っていた。近づく夜も、この旅はその影に恐怖を忍ばせてはいなかった。ただ、穏やかな物悲しさだけがあった。大年に彼は言った。ご質問には答えかねますが、魔術にもいろいろあるのだ。と言っておきましょう。私は大きな清めをしました。これでこの家の方々も枕を高くして寝られるでしょう。